はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケリーです。ビジルの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、この谷を越えて、で途中マクダーさんを発見して、でまた見つけないといけないみたいですね。でこの上上がって教授と会話をして、でここで落下死ですね。落下死した先になんか変なのがいましたけども、でこの怪しい秘密の洞窟、なんかまだ見落としてるところありそうですけどもね。でこの先がちょうど、落下死した場所と繋がってる感じがするんで、なんかボスっぽいですよね。では行ってみましょうか。敵の動きをよく見てかわす。敵の動きをよく見てかわす。で、隙を見て攻撃。よし。うわぁ。うわぁ、なんだこれ。まず、影の手。危ない。手の叩きつけと落石かな。敵に気をつけて。いやー、この影の手が便利すぎる。あ、ちょっと早い。おっは空中でジャンプできます。二段ジャンプ。ルビーのネックレス。ルビーのブローチ。美しく輝く真紅色の宝石。まるで中で炎が踊っているようだ。亡霊。私自由になったのお願い。これを持って墓地に入って、そうしなきゃもっと多くの血が流れる。グラム。私の愛するグラム。何もバカなことをしていなければいいけど。ブルーナ。今戦ったのはブルーナかな。墓地の鍵とメモ。消えたブルーナ。あ、ブルーナ見つかった。でも彼女はすでに彼女ではなくなっていた。人体実験でああいう姿になったんだ。多分。タンジェリン、母親か。ルビーのネックレスを母親に渡すようブルーナに頼まれた。で、グラムが多分、
仇討ちかなんかで教場を追っかけてるのかな、なんかそんな感じですよね。いやー、二段ジャンプ、びっくりした。試練が持つ意味は人によって違う。門番を倒せ。アベルヌス門をくぐり、この悪夢を終わらせるのだ。もしかしたらやり遂げるのはお前かもしれない。回復ポーション。パーシバルの鎧。防御力は低いけど、アイテムドロップ率プラス 20%。薄型で着用者の魅力を引き立てるが、保護機能は低い。強靭な戦士のためだけに作られたもので、英雄パーシバルにちなんで名付けられた。伝説では、魔法使いによって夢へ誘われたパーシバルは、自身の腿かな、腿を刺して目覚めた。だが奇妙なことに、これは女性用のようだ。こっちかな、こっち装備しよう。おお。プレイグドクターマスク。あそこにいた人だ。イザベラだっけ。うん。あ、知ってるんだ、デイジーのこと。よし、データセーブして、まずはじゃあタンジェリンかな。あ、マクダーから今なんか「ルビーのネックレスを返しますか」。はい、これイエシャルどうなるんだろう。連れて帰ってくることはできませんでした。うん、ブルーナはもう、あの異端の番人がブルーナに渡したもの、グラムかな。あの男と関わりのあるものを見たくない。ルビーの指輪、メモが更新。
タンジェリンへの報告がチェック。ルビーの指輪。じゃあバラの指輪外して、攻撃プラス5。ルビーがはめ込まれた指輪、凶暴性を引き出す。よし、じゃあこれ装備して。接触。学校からのしわくちゃの便箋。あ、これか。何も書かれていない美しい模様の便箋。なんだろう、重要なアイテムかな。じゃあこの先に行けるかな、二段ジャンプで。よし、荒れ地。なんで今のコーヒー、どうやって俺おう、さっきのどうやったんだろう。あ、このまたボス戦？聖樹の地。独特の香りがする赤い液体。これあれかな、頭痛いって言ってる人に持っていけば。これでおしまいだ。神託、女神の力の根源が何なのか。女神は力を手に入れるために僕たちの魂に踏み入って、古の神々の知識を消し去っている。すべて崩れ落ちた。古の神々の怒りは計り知れない。女神と神々っていうのは敵対関係なのかな。なんかそんな感じですよね、クリスの話だと。
墓地に幽霊。いや、これから今行こうとしてるんだけど。この人、渡していいのか、大丈夫かな、この人。はい。お、いや、拾ったんだけど、厄介なことにはならなかったか。教授のことをそんな風に言える人はあなたが初めて。だってで、君は彼の好みのタイプ。教授が金髪の娘を滝近くの洞窟へ連れて行くのを見た。2階かな。ブルーナとデイジーかな。強化素材だ。え、デイジーを見かけた？すごく急いでいました。彼女は一体何を慌てていたんでしょう。あんなデイジー見たことがありません。いつも落ち着いているのに。大丈夫かな。鍵取りましたね。ブルーナから、墓地の鍵。地下墓地は長い間鍵がかけられている。ステインと団長だけ。青いリボン。なんか知ってる感じだけど。
どうしよう、一回街に戻っ、あ、待てよ、もう墓地に出る、これかな、これがなかなかいいものを落とすらしいんで、ちょっと戦ってみますか。あれ、おお、これぐらい、いや、なかなか落とさないですね。回避成功後スタミナ回復、これを取ろう。お、出たかな、これだ、血のついたシャベル。レベルアップ、どうしよう、 HP2% 前に、強靭度1増か。強靭度っているかな、これ良くない、消費スタミナ 60% 回復、これをもう一個取ろう。で、今取ったのが、墓地の番人の道具、死者を埋める際はもちろん、墓荒らしを退治する時にも使われる。4000円、いや、なんか売るのもったいないぐらいです。ああ、でも装備してみたいですね。ちょっと装備してみよう。おお。あ、ちょっと待ってよ。これ、もう一個取ったら売ろう。よし、じゃあ一回戻って、
どこで見つけたんだ、綺麗な字も正確な方法論も関係ない、この文章を書いた人間は血も涙もない怪物だ、古事記にもらった、でも彼は字を読めなかった、あの下にいた人だ、その哀れな娘は人体実験の証拠を掴んでしまったのかもしれない、頭が良すぎたんだ、ブルーナだ、でもなぜ万人に助けを求めなかったのかしら、確かに、万人を信じていなかったか、あるいは証拠を守りたかった、それか書いた人間を知っていて直談判に向かったか、なるほど、グラムが書いたのかな、でグラムを止めるために向かったのかな、彼女がよく行っていた場所に行けば何かわかるかもしれない、いやもうこれ初めに来るべきだったのかな、ここに、メモが更新、ブルーナの家に戻って彼女がよく行っていた場所、あ、はいはい、さっき撮ったやつだ、学校からのしわくちゃの便箋、ブルーナは頭が良い、天才だ、あ、教授自身の署名、この実験は帝国にとって脅威になる、君が必ず化け物どもを倒してくれるって信じてるよ、いつかまた会おう、僕の武器、いつか帝都に来ることがあったら、この武器が僕を探す力になってくれる、このパチンコかな、スリングショット、王室探偵チェックマーク、教授が元凶、で、スリングショット、特別に作られた軽量発射武器、特殊弾薬を必要とする、シリアもちょっと怪しいんですよね、まだ見つかってない、
デイジを見た。ああ、はいはい、墓地、メモが更新。デイジーはまだ街にいる。墓地で見つかるかもしれない。墓地の地下には異世界から来た門番がいる。あ、アベルヌスモン。メモが更新。あ、スティーブさん。これあれですね、あの墓守の人ですね、ステイン。もともと変わったやつではあるんだけど、いつも以上に変。多分あれと関係している。スライムの滝。ちょっと声が出なくなってきた。マクダーさん。マクダさん、この上の、あ、これはお金か。家の中に隠れてるとか、そんなことはないか。後ろから誰かに襲われた？手がかりになりそうなのは前に話したあの強烈な匂い。かなり強烈な匂いだった。でも悪臭ってわけじゃない。前にグラムの家で嗅いだことがある。クリスの匂い。でもクリスは重病人。ということはグラムかな。
グラムの方が心配。はい、下にいた人ですね、ジェレミー、うん、取られたものはなかった。メモが更新。あ、消え、あれ？これで OK なのかな？消えたブルーナ。メモ更新。あ、栄光の番人。これで OK かな。そうですね。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。